多い球。あれ、あれ、あれ、奥だ。美穂ちゃんのことはサバイバルの時から知ってたんですか？そうなんです。さすがです。サバイバル、はい、毎週見てるので、あれ結構過酷な番組ですよね。そうですよね。一ホールバーディー取っても次のホールボギー叩くと落とされちゃいますよ ね。結構ね、すごいなと思うんですよね。プレーオフがまた、はい、プレッシャーがありますよね。スパ斉藤さんがゴルフサバイバル見てるって言ったんですけど、はい、実は3月か2月にリンゴルフでゴルフサバイバルをやろうかなと思うんですけど、どうですか、経験者の杉山さん。あれ結構えぐいなと思って。非常ですよ。非常。バーディー取っても次ボギー取ったら落ちるんですもんね。そうですね。一人ずつ減ってくんですよ。うん、あれですよね。あれ、濃くなやつです。濃くなやつ。バチバチの。そう。何々プロ脱落です。それはリンゴルフでやろうか。やろうかなって思ってて。いいですね。しかも BS 日テレの人に協力してもらってやろうかなって。バックアップ。バックアップ。バックアップ。これが本当のゴルフサバイバルなのかっていう感じで。いいと思います。あ、やる気になってる。やりたい。はい。そういうのやりたい。そう。10人集めるの？10人いりますもんね。そうですね、9ホールで決着をつけるとなると、ね、うん、そうか。お、いいとこ行った。この辺りです。アクセスティの方です。しゃあ、これ3番ですか。はい、おー、すげえな。しゃあ、乗るんじゃない。乗ったんじゃない、あれ。ミス、おー、入りそう。おー、ナイスバーディー。ナイスバーディー。しょー、
しょー。よいしょー。いいですね。それだとまっすぐ、やっぱ。お？まっすぐ行った。いや、ピンの。純ちゃんがいたらしい。お、いた。なんか場所悪いとこにいる。警察結構叩いてるよって。よいしょ。ナイスタッチ。はい、ありがとうございます。ほら、そう、武装過激派。バンカー？当たって左行ったよ。いや、川戸道で川戸道に当たって左だね。おいしょー。おいしょー。バンカー越えてフェアウェイ。しょー、よくなった。全然違う。ありがとうございます。9ホールどうでしたか？いや、とてもあの緊張しながら楽しくできました。最後も全然変わりましたもんね。ありがとうございます。アドバイスが良かったです。斉藤さんどうでした？いや、もう本当に楽しかったです。ありがとう。最後がちょっとあれでしたけど。ナイスオン。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。半分終わりました。終わりました。すみません、こんにちは。今日はお疲れ様でした。どうでしたか？いや、もう純ちゃんが本当に
スイングが美しくてもボールがもう綺麗に飛んでいってでも本当感動しました、うん、すごい上手いのでびっくりしてます。でいつも動画で拝見してるんですけど、はい、顔が実際すごいちっちゃくてそれにびっくりしました、ね、ありがとうございます。ワンポイントレッスンまでいただいてマジで、はい、もうちょ無双状態じゃんもうありがたい限りです。レッスンのおかげでスコアは少しずつ良くなってきてるかなって感じですね。あ、そっか、今日はだって皆さん100くらいの人たちが集まったのかな、はい、そうですね、ですよね、はい、ジュンさん、こんにちは、ジュンです、はい、今日はどうでしたか。今日は久々に OK パットなしラウンドで、はいはい、そのね、パターやっぱ緊張しますね久々に、うん、でグリーンもなんていうかアンジュレーションが強いので下りとか残しちゃうと外しやすいですね。苦戦してます。はい、ございます。今後も頑張ってください。はい、頑張ります。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はどうでしたか。最後にチップインがありましたけど、すごいチップインがあったけどねこのコースはまんまじゃないですかね。いや、まあまあでしょ、バーストですよ、バースト。どうですかお兄様、どうでしたか。難しかったですね。あ、そうですか。4パットしちゃった。あ、完全ホールアウトの難しさを知った感じです。これがいいんですよ。ここでそう、これがきつい。緩い競技なんですけど、競技緩くしましょう。そう、いや緩くしたいお兄様どうでしたか。ちょっとドライバーがまだ、アイアンは調子よかったですね。いいと思う、全然いいと思う。ゴルフ始めて1年目です。そうなんですか、はい、1年に見えない。いやいやいや、なんかすごい褒められてますけど、さっきから全然全然、11年目ですよ全然サバイバル。じゃあ午後も楽しんでください。バイバイ。おはようございます。